焼肉してくれたらまず、お、先生、うん、なる。なんか姉に相手がいたらどうしようみたいな悩んでる。悩まねえよ。東カレステーション。今回のトーカルステーションは高橋メアリー淳さん、高橋優さんに登場いただきます。はい、美人姉妹、美人姉妹。招待したのはですね、はい、南青山の7丁目という焼き鳥屋さんですね。一番好きな焼き鳥屋さんです。あ、そうですか、よく行きます、はい、よく行きます。それではですね、その撮影の様子を VTR でどうぞ。すっごくしっとりした撮影になるかなと思いきや、普通に弾けちゃったんですけど、もう結構な弾けてもりもり食べてしもって、なんかね、しっとり食べられなくて、なんかやっぱどうしても美味しいと目がひんむいてしまうし、もしくは目つぶってしまうんで、綺麗に食べたんかな。美味しいじゃないね、うんまってなっちゃって、うんま、めっちゃ美味しませんって感じです。いや、スチールやとなんかあのカメラマンさんによってはなんかそのシャッターに合わせてって決めなあかんってなると、ちょっとなんか不自然になってるのかなと思うんですけど、今日はすごい自然にやってるところをもうシャシャシャって撮ってくださったんで、めっちゃやりやすかったです。確かに、ここで止めてとかやってへんもん。やってへんもんな、ずっとただただ食べてたもん。たもんな、仕事なんてぐらい楽しいんだな。ただご飯食べに来たって感じなあ。大人っぽい、しっとりした品のある、うん、エレガントな、エレガントな女性たちが、まあ男性もいいお店でご飯食べる、しっとりって感じですね。セクシーな、めっちゃおいしいみたいな。あ、そうそうそう、全然離れまくってますね。めっちゃ離れていきました、距離撮影しながら。すごいディスタンス思ってたんとは、思ってたの違ったな。ただ普段の自分らしさはあったような気がします。いや、もう自然体で入れたの感じでした。なんか昔乃木坂の寮に住んでて、でその時にいつもそのまあその時音楽アーティスト目指してたので、まあモデルもやってたんですけど、いろんな音楽聴いて勉強しようと思って、ほぼ毎日六本木の蔦屋まで行って帰ってくる乃木坂にっていうのをやってたんですけど、まあその時お小遣い制でもう月1万円生活やったんで、あのほんまにアンパン1個しか食べなかったんですよ、1日。その時にあの乃木坂から六本木に向かう途中に、いい感じのこう大人たちがちょっとテラスでなんかこうスモーキーなバーベキューの香りがするめっちゃいいオレンジライトの店でご飯食べてんの見て、うん、いいな、いつか私あそこ行ったねと思いながら通ってたんですよ。いや、それがもう多分結構前に潰れちゃったんですよ、行けなくて。来たいって思ったんです、おしゃれして。その時はもうロンティーにデニムにスニーカーにキャップの女の子、その今も変わらんかもしれないんですけど、女の子やったらね、もういつかもそういうスリットの履いたスカートとか履いて、足組んでヒール履いて、お酒飲んで、そういうテラスで乾杯みたいな、でもうこれステーキ食ったろうと思ってたんですけど、あ、叶いましたよね。叶いました、それができるように。はい、今なりました。思い出すのが、それほんまにやっぱ下積み時代っていうか、まあ、姉はその姉の事務所でレッスンをしていて、私は私で別の事務所でレッスンをしてて、で結構夜とかに渋谷のハチ公前でよく待ち合わせしてて、その後一緒にご飯食べに行こうって言って行ってたお店がスープ屋って、あのこのスープ屋さんなんですけど、あんま高くないやんな。高くない、数百円のスープが、でもすっごくあったかくて、で量もそれなりにあって、なんか
10代の私たちでもお腹いっぱいにしてくれるようなお店で、お金なかったんで、そのスープを飲むとめちゃめちゃあったかいし、お腹いっぱいになるし、なんかこう潤う、お金はないけど潤う感じ、心が満たされる感じがすっごい好きで、今でもあのスープ屋は百貨店とかに入ってたりとかするんで、それを見るとキュッキュッて胸がキュッて締め付けられる、いい意味でなんですけど、心が温かくなるんですよ。名前も良かったんです。メアリーおばさんのコーンスープとかあったんです。そう私のスープや。そうやね。焼肉や。焼肉は最高。焼肉させてくれたらまず、あ、先生な、なる。ね、なるなる。焼肉行く。はい。焼肉誘ってくれた時点で先生な。なんかあのいやらしさも感じひんし。いやらしくない。あ、寿司もいいけどちょっと緊張しちゃいますね。寿司緊張しちゃいます。初めてはずっと。ちょっとなんか、え、私それ食べたいけどお箸で食べなあかんのかなとか。何回食べていいんやろとかな。そうそうそう。テリヒンとか言っていいかな。そう。で、私が嬉しいのは、私長女なんで焼肉、まあ、焼くこと多いんですよ。焼いてくれる。みんな喋ってるし、焼いとこうって感じで焼くんですけど、そんな私の力さえも封じ込めるぐらいこう先にスッて焼いてくれる人。わかる。ね、焼いてくれたその人。すいません、焼いてくれた、焼きましょうかみたいな言った時にさ、いやいや、俺が焼いた方が美味しいからみたいな言う。そう。ほんでちゃんとうまく焼ける人。そういう人好き。ご飯、お店の方が持ってきてくれて、すぐ食べへん人嫌。あわかるわ。話に夢中になっちゃって、食べない、でご飯どん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 冷めていくみたいな。それ嫌、カピカピになるやつな。あれほんま嫌。いや、カピ失礼。いや、女性がこう分けてくれるの当たり前って思ってる人も嫌や。嫌ばっか出てくる。嫌なほばが出てくる。会話しながら食べたとしても、美味しくて美味しいっていう会話が止まる人。そう、もう美味しいに行っちゃう人。好き。いいよな、わかる。そう、ご飯への感想ある人。この食べてんのに感想ない人。寂しい。感想言える人が好き。めっちゃ言います。どんな話の途中でも、ってなるよな。そういう方がいいな。やっぱりその、振り返ると本当に、コロナの1年だったと、皆さん言うし、ニュースとか見てても今年は本当大変な年でしたねっていう、アナウンサーさんとキャスターの方が多いんですけど、その中でも私は2020年の最初に息子を産んでるので、もうそのことがあっただけで今年はいい1年やったって言えるんですよね。だからもうその子のおかげでもあると思うんですけど、ほんまに2020年自体も2021年も明るくなるなっていう風に思わせてくれた1年。確かに、ほんまに。確かに、それ大きいな。その子がいれば今年は良かったって思う。そうやな、最高の年やな。そういう意味だな。最高の年や。なちゃんも。私もコロナをきっかけに、そうですね、現場が止まってしまったので、でもなんでそれまで忙しくてなかなか自分に向き合えなかったんですけど、すごく自分と向き合う機会をいただけたので、すごく本当に大切なことや、やりたいことが分かったんですよ。気づけたので、大きな気づきがあった1年だなと思って、あと人間いつか死ぬんですけど、理想の死に方まで見つけたんで、そうやって寿命で死ぬんですけど、自然があるところに行きたいってなって、特に朝日夕日星空が好きで、だから理想は朝日か夕日か星空をうわー綺麗って見ながら死にたいなっていう理想の死に方を見つけれたのが良かったと思いました。2021年、実は2020年に結構お勉強たくさんさせてもらって、時間、私ハーフなんですけど、英語が日常会話程度だったんですよ。でもそれをもっと本格的にやろうと思って、そういう学校に入学したりして、本格的に英語猛勉強しているのと、あと実はその化粧品も好きなので化粧品検定も勉強してテストを受けに行ったんですよ。受かってると思うので、すごい準備をしたので2021年はそれをこう生かしていきたいですね。バーッと。やっぱりその息子が生まれて
もちろんその未来は明るいと思ったんですけど、その分息子を連れてどっか外の世界を見せたりとか、いろんな自然に触れさせたりっていうのが正直あんまりできなかったんですよね。なんかあんまり遠出もしていいのかなっていう迷いが結構あったので、2021年どういう状況になってるかわからないですけど、本当にいろんなところに行っていろんなものに一緒に触れ合って、子供といいものをいっぱい伝えていきたいっていうか、なんかそのチャレンジする心を息子と一緒にこうどん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 こう培っていきたいなっていうふうに思いますね。本当にそこなんですよね。私がね、いい人に気づけばいいんですよ。そう、気づけばいいんですよ。気づけばいいんですよ。やっぱ姉とはよく一緒にもともといたのもあって、今もこう旅行とか行くっていう気持ちになると、あれ一緒に行けへんかなと思ったりするんですけど、行ってくれや。いや姉だけ誘うと逆に気使うかなって思ったりする。行ってくれや、誘ってくれや。なんか姉に相手がいたらみんなで行こうやって行きやすいんだけど、いいからどうしようみたいな悩んでる。悩まねえよ私は悩んでる。東京カレンダーをご覧の皆さん、高橋メアリー純です。高橋優です。2021年1月からスタートする TBS ドラマオーマイボス恋は別冊でというドラマに出演させていただきます。ぜひご覧ください。ご覧ください。おしゃれです、おしゃれです。面白い。高橋メアリー純さんの、はい、あの最後のね、視線はちょっと怖かったですね。一枚にしか出せないこの空気感があったと思います、うん、こちらがですね、はい、もう3年連続で星を獲得している、まあ、日赤通りの名店という、うん、現状ですね、まあ、6800円のコース1本でやってらっしゃると、うん、せせり、うん、すごいお二人がこう感激してた。木入れがまあ非常にお上手で、まあ、こうレアは誰でもできるんだと、逆にこうギリギリまで火を入れるのが難しいですね、店主の方がおっしゃって。こちらは本当に野菜串も美味しくて、うんうん、和食もともとやってらっしゃったんですよね。だからすごいその一品料理の差し込み方とかもすごい上手だなと思って、うん、厚揚げの方がめちゃくちゃ美味しいんですよ ね。実際ね、この撮影の後予約されてました。あ、本当ですか。姉妹で、ね、はい、今回は東カレが初めてやったんですけど、焼き鳥の特集でございまして、うん、いやめちゃくちゃ楽しかった、うん、なんか本当に焼き鳥屋さんって今もうどこも大人気で、もう東京中の焼き鳥屋さんのレベルがどんどん上がる中、その中でも東京カレンダーがもう厳選に厳選を重ねて焼き鳥屋さんだけを、うん、はい、掲載させていただいているので、七丁目さんしかり他にもね、いいお店がもうすごい満載で、はい、東京カレンダーアプリでも検索機能があって、うんうん、はい、そのランキングは焼き鳥がこう、うん、焼肉を抜かしたというね、すごい、すごい、どこも全部違うんですよね、うん、こだわりだったりとか、まあ、出すメニューだったりなんかね、めちゃくちゃ奥が深いんだと思いますよね、はい、本当に、うん、皆さんも東京カレンダー最新号ぜひご覧ください、はい、発売しております、ね、はい、それではさようなら。あ、安定してる。うん、おいしいね。